とりあえず一言、進めすぎた。僕がジャングルにヒーコラいながら入って手に入れてきたんですけども、こちらを使うと見てもらえれば分かるんですけど、はるかに強い指が手に入るんですね。茨のチャクラムって言って、もう早速作りますけども、これ今装備してる魔法の剣が20ダメージに対して、この武器はブーメランなのに27ダメージ出せるんですね。ありえなく強い。正直もうこれから戦うボスクトゥルフの目玉ってやつなんですけども、そのレベルだったら割と余裕で倒せてしまうレベルの武器を手に入れてしまいましたと。参ったね、これやっちまったわ。まあでも家自体はそんなに進めてないから、とりあえず今回はボスと戦う場所の整地を兼ねて、まあボスまでサクッとやってしまおうかなという回でございます。以上、ちょうど旅商人が去ったところで、こちらちょっと拠点からちょっと右に行ったところにある、ま、洞窟というか窪地にやってきたんですけども、こんな感じですね。ちょっとこのデコボコした部分全部削って、とりあえずここにボスを叩くためのちょっと舞台でも作ろうかなと。そのボスを叩く時に何が大事かっていうのは、とにかく戦いやすい場所を作るっていうことでして、そのためにちょっとこんなデコボコのした場所で戦ったらね、勝てるものも勝てんので全部削ります。それでは、あーできた、つけた、いてお待たせいたしました、完成いたしました。これが一応決戦の舞台には一応なるはずです。こんな感じで一番下は普通の岩でまあくぐってあげて、ちょっとここ高さ見せたんだけど、でここ2段3段4段と木の足場で足も作っていくって、上下の移動を簡単にしやすくして、チャクラもちゃんと下に通っていくという、いたせり尽くせりのような。で今後また施設が増えてきたら、なんか石像と電源でハートを生み出せるやつとか、まだ魔法武器使ってないからあんまり今関係ないけど、マナを生み出すやつとかを、まあ、作りつつ、まあ、ちょっと早速ボスと戦っていこうかなと思います。装備も揃ったところで、早速ボスを呼んでいこうかな。よいしょ。ちなみにこのキャンプファイヤーを置くことで、これの近くにいるプレイヤーの自動回復が上がるっていうのが一応効果としてあるんで、多分余裕できると思うけどな。
まあ、一応保険ちょっとあれだな、よいしょ、この辺でいいか、よいしょ。一個だけハートクリスタルが余ったんで、このライフクリスタルというのも作りつつ、これもあのキャンプファイヤーと一緒で自動回復が上がるっていう、まあせっかく夜になるまで時間があるので、まあ、せっかくなら家の増築でもやりましょうかね。言うて土台は増築っつっても、もうそんな大したもんでもないですけどね。よいしょ、よいしょ。木がね、木でもこの割とほとんど取り尽くしてから埋めるしかねえか、それか他のワールドに出向いて取り行くっていう手も一応あるにはあるんですが、今やるとめんどくさいので今やりません。よいしょ。今これから戦うボスとはまた別に、割と序盤で戦うボスっていうのがもう一体いるんですけども、それを倒した時に落とされてるんで、斧とハンマーが、え、斧とハンマーだっけ、え、あれ待って、斧とツルハシだっけ、なんかそのどっちか忘れちゃったんですけど、その一緒になったアイテムっていうのを落とすんですよね。それがとにかく便利だから、それをさっさと集めたいところ。多分それをそれやると快適だから、多分それを落とすまで一生戦う羽目になるんだろうなということも思いつつ、木がないな、しょうがないからさっき来たところに持ってきました。いまだに斧そんな使わんやろっつって銅の斧で止めてるけど、こうなるとさっさといい斧が欲しくなってきますね。クソ遅い。後半になるとチェーンソーとか手に入って、それとかがあるとめちゃくちゃ快適っていう。日が暮れてきた、日が暮れてきたな、これは。よし、日も暮れてきたことですので、本格的に戦う準備の方していこうかなと思います。準備はもう終わったんで、あとはもう倒すだけっていうのはあるんですけどね、まあ、こう全体的なマップで見ると、さっきの窪地を全部整地して、まあ、こんな感じで木の足場と、まあ、キャンプファイヤーとライフクリスタルをいった簡易的なボス闘技場を作ったっていうところですね。いやー緊張してきた。勝てっかな。負けたらやだな。負けるとまたあのボスを呼び出すアイテムを作るところから始まるっていう。で今この真ん中に表示されてる、これこの怪しい目玉っていうのを使うと、クトゥルフの目玉っていう一番多分最初期に戦うボスを強制的に呼び出せるっていう。本当だったらあの住民が3人以上いたらもうなんか自然発生するって感じのボスなんですけど、まあそれが結構ランダムで発生するので、そんなのは待ってられないと。そろそろかな。うわ緊張してきた。本格的に呼びになったので、呼びます。来いや。ほらほら来いや来いや、来た来ました来ました来ました。これですこれですこれです、こいつですこいつです、これがクトゥルフの目玉と呼ばれる以上さ、まあ、ただしかしとてですね、もう武器をこの茨のチャクラも作ったっていうのと、この足場を作れたことがもう多分負ける要素ないですね。で一応こんな感じでもう無理やり戦いながらも HP が半分以下になると第2形態に移行するんで、それまではしましたね、してたわ、何やねん。で一応さっきの
網膜の部分かな、剥がれて口が現れたわけですが、いやー武器が強すぎる、さすがにこれパンプしすぎた、すまん負ける要素なかった、これやったということで、初めてのボスクトリフの目玉討伐完了でございます。ドロップアイテムはこの、よいしょ、並び替えして、それこのデモナイト鉱石と不浄の矢と邪悪の種、この3つがとりわけ主な収穫ですかね。このデモナイト鉱石を使った装備がもうそこそこ多分中盤ぐらいすごいお世話になるやつばっかなので、しばらくはこれを集めることになるのかな。このデモナイトインゴット、これで何個作る、16個じゃ何も作れんかですよね。あ、お、でもこの斧と剣は作れるって感じけどね、残念ながら武器は茨のチャクラが強すぎるんだ。いや、これ作んのに俺めちゃくちゃ頑張ったんですよ。あのマップの左側にあったジャングルって、あの地下もジャングルが展開されてて、そこにいる時ってまあ強いんですよ。それをもう死にながら何回行ったことか、まあ、もう目が死んだ目で一生倒してたから、ね、多分次のボスもこれでいけると思うので、まあ、しばらくはその次のボスを倒すことが目標になるのかな。でも多分あれっす、割とすぐ集まるのかなっていう、多分あれっす、もう1週間しないうちに戦えんじゃねえか、てか多分この防具のままで突っ込んでも多分勝てるぐらいのボスなので、また近いうちボスと戦えたらなと思ってます。いやー疲れた、聖地が一番疲れた。ということで今日のテラリアはここまでで休憩します。それでは。